そしたら幹事社の読売新聞です。大臣お願いします。はい、皆様おはようございます。今朝官邸は閣議と閣僚懇のみでございました。本日の閣議におきまして、私から総務大臣、および国土交通大臣に対し、地下街と地下空間利用施設の安全対策等に関する実態調査の結果に基づく勧告を行う旨発言しました。本勧告におきましては、地下空間ネットワークにおける利用者の安全を確保するため、ネットワークを構成する施設管理者の連携による災害時の利用者の安全確保対策の推進や、浸水防止設備の適切な設置運用の推進などを求めています。総務大臣、私自身でございますが、および国土交通大臣に対し、今回の勧告を受け、必要な措置を講ずるように求めました。しっかりと消防庁で対応をしてまいります。私からは以上でございます。幹事社の読売新聞から1問だけ質問させていただきます。マイナンバーについてなんですけれども、マイナンバーカードの交付時に IC チップが使用不能となるトラブルを受けて、全国20の政令市で作る指定都市市長会が8日に総務省に対して改善を求める緊急要望書を提出しています。大臣の受け止めと今後の対応について改めてお願いします。はい、4月8日先週の金曜日に指定都市市長会から総務省の事務方に対しまして、マイナンバーカードの交付にかかるシステム障害の解消と周知に関してご要望をいただきました。具体的には、マイナンバー制度のシステム運用の一環を担う J-LIS に対し、これまでのシステム障害や通信集中の抜本的対策を講じ、また状況について広く一般に周知するよう総務省から要請されたいという内容でございました。で、総務省からは指定都市市長会に対しまして、これまでの J-LIS やのシステム障害にかかる当面の調査結果やその対応策、年度末に生じましたシステムへの通信集中の現状や、それに起因する IC チップの不具合およびそれらへの対応策などについて丁寧にご説明申し上げ、意見交換を行ったということでございます。で、なお IC チップの不具合に関する事象の対応は J-LIS においてすでにシステム改修を実施しまして、4月8日からまずは横浜市において適用が開始されています。で、今後は以前も申し上げましたが、この運用状況を踏まえながら全国でも同様の対応が取れるように J-LIS において検討されると承知しています。で、総務省は J-LIS に対して適切な事務処理について何度も要請をしてきましたけれども、引き続きカード交付にかかる事務が円滑に進むように J-LIS と市区町村関係事業者との調整をですね、今後もしっかりとフォローしてまいりたいと考えております。幹事社から以上です。各社さんどうぞ。という専門誌の内川と申します。地方財政についてお伺いします。先日の財政制度審議会で、財務省から政府の財政健全化計画を実行するための地方財政改革の課題が示されました。その中で地方財政の折半対象財源不足について近く解消が見込まれるとしまして、その財源余剰を地方の歳出増に充てるのではなくて、近年の巨額の地方財源不足を負担してきた国の債務縮減にもつなげるべきと主張しておりますが、これに対する大臣のご所見があればお伺いしたいと思います。はい、国地方を通じてですね、やはりまだ巨額の赤字が存在をいたします。その中で国の財政の健全化も、そして地方財政の健全化も、これは重要な課題でございます。できるだけこの赤字債に頼らない、こういった形を作っていこうということで、これからも私どもはですね、地方が独自の財源をしっかりと確保できるように対応を進めてまいります。
もう一点ですね、その財務省の考え方の中で、交付税のトップランナー方式など政府の財政健全化計画 の歳出改革の成果をですね、事後的に地方財政計画に反映すべきという主張も考え方も示してまして、まあ、要はその地方財政計画の歳出に改革の成果を反映することで地方交付税を縮減したいということが示唆されているのかなということなんですが、これについての大臣のご所見があればお伺いしたいと思います。まあ、トップランナー方式につきましては、まあ、今年度ですね、お示しをいたしまして、国会の審議の中でもさまざまなご議論をいただきました。まあ、しかしながら今年度はすでに多くの地方自治体でですね、民間委託ですとか工夫をされている取り組んでおられる事業について行います。で、まあ、今後また追加的な事業についてどう対応するかということの検討を進めてまいります。そしてまあトップランナー方式によりまして、各地方公共団体が努力を重ねられ、非常に効率的に、そしてまた住民へのサービスが低下することのないように、しっかりと対応を進めていかれると私は考えております。まあ、そんな中で、まあ、これから地財計画の在り方もですね、変わっていくかと思いますけれども、まあ、とにかく私は就任以来何度も申し上げてきておりますけれども、全国各地どこの地方に住んでもやはり安全に生活ができること、質の高い教育が受けられること、必要な行政サービスがしっかりと受けられること、そしてまた働く場所がある、まあ、そういう地方が全国各地にたくさんできていくということがとても重要なことだと思いますので、引き続きしっかりとした地方への財政措置というのは行っていきたいと思います。ただまたずっと長年法定率の引き上げについて事項要求をしてまいりました。まあ、昨年はうまくいきましたけれども、まあ、なかなか国も地方も大きな赤字を抱える中で、まあ、難しい課題でもありますが、まあ、引き続き法定率の引き上げもにも挑戦を続けながら、地方が安定的な財源を持って運営をできるようにという努力を続けてまいりたいと考えています。お伺いできないので重ねて恐縮なんですが、もう一点ですね、自治体が最重視する地方一般財源総額については、大臣の孤軍奮闘もありまして、財政健全化計画におきましては18年度までは過去最高水準の15年度と実質同水準を確保するという政府方針が定まっておりますけれども、19年度以降は全く未定の状態になっておりまして、まさに健全化計画を進めて、その歳出成果、歳出改革の成果を踏まえて19年度以降の一般財源がどうなるかということになるかと思うんですが、19年度以降についても最低限前年度実質同水準を確保すべきという考えを大臣がお持ちかどうか確認したいと思います。まず現在はですね、地方創生に向けて力強い取り組みを各地方公共団体で行っていただく、まあ、そのためにしっかりと国も支援していくということが重要だと考えております。でまたそういう環境をできるだけ早く作っていくということが大切だと思っております。18年度以降の話でございますが、まあ、それはまたその時の状況をしっかりと見ながら判断をしていくということでございます。一点すみません、31時の地方制度調査会が先日総理に答申を出しましたけれども、この答申を受けて政府としてですね、法律改正事項も含まれておりますけれども、臨時国会の提出を目指すという方針かどうか確認したいと思います。ご提言をいただきましたことをしっかりと受け止めながら、必要な法改正の準備は進めてまいりたいと思います。ただ現在は、今国会で、閣議決定をして提出をし、ご審議をお願いしております、まあ、法律案の、成立が第一でございますので、まあ、次どの段階で
新たな法案をお示しするかということは今日の段階で申し上げるのはご容赦ください。朝日新聞の内藤です。冒頭で質疑があったマイナンバーのことで追加でお伺いしたいんですが、今回の J リスが横浜市から始めたシステム改修は全国でも同様の対応を取るということですが、総務省としてはいつぐらいまでに全国で対応を終えてほしいと考えているのか、それからこれだけマイナンバーカードの発行が滞って遅れてしまった結果ですね、夏ぐらいをめどに取りまとめ予定しているマイキープラットフォーム構想や来年1月に予定されているマイナポータルの開設など他のスケジュールに影響してこないのかというのを教えてください。はい、今回 の, 横浜でまず実施しているというものでございますが、これは各ご団体の要望を伺いながら順次対応してまいります。それからマイナポータルですとかマイキープラットフォームでございますけれども、これは両方ともですねマイナンバーカードを取得していただいて、そこに搭載されております公的個人認証、ここを活用していただかなければなりません。またマイナポータルなどに対してもこのカードリーダー、などアタッチメントをつけていただいてですね、活用していただくということになりますので、ただマイナンバーカードの取得そのものは、義務付けられているわけではございません。積極的にご活用、いただきたいと活用したいと、おっしゃる方に対して、マイナンバーカードを使えばこんなに便利なことがあるよという、私どもからの提案で、ございます。今回 の, 発行の遅れについて、実際そうですね、マイナポータルの、実施ですとかマイキープラットフォーム、この実現に向けてまだ準備期間がかかりますので、それほど大きな影響になるとは思っておりません。来年までですねトラブルが続くようでは、これはもうとんでもないことでございますので、しっかりと J リスにおかれまして適切に迅速に対応をしていただきたいと思います。システム改修、それから問題点のチェック、再発防止策、きちっとこれがもう大丈夫だよという状況になるということに向けてのご努力は各ベンダーとも大変なことだと思いますけれども、総力を結集して取り組んでいただきたいと希望しております。ありがとうございました。どうもお疲れ様でございました。